こちさん、専属ライターの小手月です。アムワンリーグ第6回目の収録となっております。ありがとうございます。ということで、この番組はですね、アムズつくば南店様、そしてアムズツインパーク様、2店舗に分かれてのサマイス勝負となっております。本日対戦する方お呼びしません、まだ、はいまだちょっと準備がまだかなということで、過去5回ですね、過去5回ですね、サマイス勝負と最後のね、トランプの2択に迷わされて、いまだに MC 過去仮ということで、今日こそは仮をね、ポイッと MC としてもうセカンドシーズン迎えようかなと思っております。ということで、本日のゲストの方、対戦相手はこちらの方です。オラポケシャレぶち殺してやるからな、おい。すいません、一応こちらに、あ、こっちなんだ、立ちすいません、こちらに、すいません、おはようございます。ちっちゃおっきいでっか。はい、どうも、皆さんこんにちは、松本町でございます。いや、やってまいりました。ついに私もね、はい、満を持してアムワンリーグに、このね、出場することを許されたということで。知ってました、アムワンリーグ。アムワンリーグ知ってます、はい、アムワンリーグ、ね、何をやれば。はい、本日はあのこちらアムズつくば南店様とアムズツインパク様に分かれてのサマイス勝負です。はい、あ、簡単ですね、シンプル。簡単です、はい。そして私が勝つと今この番組 MC がいないんですよ。あ、 MC がいない。はい、カッコ仮なんです。あ、なるほど、カッコ仮の MC 上、はい、はい、で、もしかしたらこの番組もらえちゃうかもみたいな。勝てば、はい、今6戦目で6戦目でもらえてないです、番組が。何勝何敗なんですか今。ですね、これがいろいろありまして、サマイス勝負の後に、はい、そうなんです、トランプを引かなければな、エースかジョーカー引かなきゃいけないんです。はいはいはい、エースを引けば、あ、来ましたよ。あ、出ました。うん、エースを引けば、この愉快なジョーカー、見てください、この愉快なジョーカーに私は悩まされているんです。うん、サマイスで私がプラスになってエースを引けば、うん、MC です。うん、ただ負けてジョーカーを引いてしまうと、うん、クビです。あ、番組自体降板です。今まではどうだったの。今までは、うん、勝ちプラスジョーカー、負けエース、あ、負けた時にエース引くとセーフです。あ、総裁されます。やらせだろそれ絶対そんなわけない、そんなことないです。本当にだってあれでしょ、勝ってエース引いたら確定 で、 そうです、負けてジョーカー引いたら終わりなの。終わりです。やらせだよそんなのうまくいくからそうしない。あ、でもモロゲンさんの時はすごい優しかったんですよ。モロゲンが。そうです。どういうこと。こっちだよこっちだよって。そうです。あ、なるほど、そっちいいじゃダメ、そっちいいじゃダメって。もうこんな感じでした。あ、そうなんだ。モロゲンさんは優しかったです。はい、タバチさんも優しいと思います。おー、間違いだバチさんも優しいはず。私がサバイスで勝って、あなたにジョーカーをこう引かせることができれば、終わらせることができる。わかりました、やりました、やりました。怖い。最終回。まだファーストシーズンの最終回なんで。セカンドシーズン。明るかもよみたいな。あ、そう、セカンドシーズンのスケジュールはもう押さえてある。とりあえず今はまだ仮です。カッコ仮で。カッコ仮で。カッコ仮で押さえてある。はい。ということで、はい、早速、自社の方行きたいと思います。あ、終わりました。はい。狙いたい。狙いたい。何いきますか。ちょっと一回見ていいですか。あ、もちろんです。あ、ちなみにですけど、はい、オキドキ強いですよ。オキドキが強い。うん、オキドキ得意だからねオキドキ得意なんだけども、まあオキドキそのやっぱりね、まあ、僕仕事上東海地方で打つことも多くて、はい、東海地方でオキドキを打ってると関東地方、あ、まああんまいいかって思うじゃないですか、うん、私もそう思ってたんですけど、ここアムズさんだけは強いって言ってもまあみたいな曲流れる時あるでしょ。わかります、うん、すごいわかります。あ、すごい、3対2ぐらい4が入ってる雰囲気みたいな、うん、いう感じになるとまあ本当だ、まあ頑張ってるのかなみたいな、おきどきの4とかまあ101%ぐらいだけどみたいな感じになるとまあね、ちょっとあれだなと思って。こう絆とおきどき、結構埋まるんですよ。絆とおきどきが強い。まあゴッドコーナーもありますし、じゃあ私はまああんまりね、お手柔らかに。そうでしょ、はい、だから僕なんか凱旋とかね打っちゃうと、はい、もう終わりみたいなところやるから。アクロスとかですね。アクロスとか打ったら逆にじゃない安定して負ける可能性あるけど。あ、そうですね。え、小サマイスは今まで何勝何敗。サマイスだと2勝3敗。
うん、負け越してもんね、だってね、うん、だから僕がだから、どっちかっていうとでかい勝負に出た方がいいってことね。じゃあ私あれしますわ、時期も時期ですし、第一選択はポセイドンでいきます。アナザーゴッドポセイドン11代神殿で入ってます。でまあ取れるかどうか分かりませんから、まあ、取れなかった場合は、じゃあ置き時とかでも行こうかな。置き時なんだろう、また41代ドキドキか、じゃあポセイドン、はい、まあ見てる方はね、どっちかというとポセイドンやるやいっつってよね、方多いと思う。おわよくばそっちに何か。私はオキドキから行ってパチンコに行くかもしれないです。パチンコもありな。ありです。あ、なるほど、全然ありです。わかりました。はい、じゃあお互いね、プラス3枚で勝負しましょう、はい、なるべく。あと今日1日M1 リーグということで、はい、末尾1が若干強い、若干というか強いです。強い。みんな抽選早い方は末尾1から狙っていきます。でも4月1日だからエイプリルフールなんで、そうなんですよね。今日は嘘だよなんです。みんなのこと信じてない。今日は設定アムワンリーグだよみたいなことない。大丈夫。ないです。それは絶対アムワンリーグみたいな。いやです、そんな番組嫌です。そうみたいな、熱いと思ったでしょみたいな。エイプリルフールだよーなんつって。いやです、今日はない。ないです、大丈夫です。はい、そこは信じていきましょう。はい、ということで実践行きたいと思います。はい、行ってきます。行ってきます。お願いします。さあ行ってみようか。はあ、寒い、あったかい。よろしくお願いします。本当は海鮮がいいんだ。あ、いや、ポセイドン全然取れる。ポセイドン全然取れる。ポセイドン712。これにしようかな。ああ、なんかでも回数で見る？あ。これいいじゃん、全然2日間出てない。角に上げ狙い、角に行きます。なんか一昨日結構、昨日一昨日って回数ついてる台が多い中、1台だけ全然ついてないので、アナザーゴッドポセイズン。さあ、それではですね、私102番での入場でしたが、予告通りアナザーゴッドポセイドンを確保できましたので、上げ狙いでいきたいと思いますと、2日連続へこみ台、まあ、唯一ね、結構目立つ感じで回数ついてなかったんですけど、まあ、おそらくですね、その幸田ちゃんが朝言ってた、まあ、隣がね、末尾1なんで、それで結構空きがちなのかなと思います。さあ行ってみよう、アナザーゴッドポセイドンでやんすと。朝市は結構その実戦場ですけど、意外とね、あの天国準備とか高モードにいる台をよく見かけるんですよね。だからリセットで、まあ今までも設定差あって、高モードに行くっていうのありがちだったんですけど、本作ももしかしたらあるかもねと。で今のところちょっと静かっす。あと捨てチェーンするんだよな、結構早い段階で。やってまいりました。まずは
夏ビーチを探しそう。向こう側行こうかな。それも運命だ。そっから行こう。こっちにします。831番台で、では行きます。何事、あっちでドキドキ、こっちでドキドキなんですけど。あのね、通常時の初当たりはね、やっぱ結構重い方なんですけど、まあ、僕も1回5、6000枚クラスの連チャンしたことがあって、1回盾を大量に稼ぐと、でその盾で、まあ、僕がやったのは、まあ、18個、おそらくこの青7ね、青7を揃えて18スタートしたんですけど、そこが超高スタートで、で超高中に18個の盾を貯めて、それがトライデントアタックなしで550ゲームぐらい連れてくると、で、まあ、550ゲーム消化してる間にまた盾が20個貯まって、それが3、400ゲーム連れてくるみたいな、っていうこのぐる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 、盾がたくさんあればゲーム数たくさん取れるし、ゲーム数がたくさんあれば盾がたくさん取れるしっていう形でメダルを出していくっていう、まあ、走りっぱになりがちなね、システムなんで、あともう一個 の、 その希望の種としては GG を、当選させれば GG 終わった後にその状態に再び戻るので、天国ロングとかで、もし GG を当てることができれば、 GG 終わった後もまた天国ロング、 GG 終わった後もまた天国ロングっていう初当たりの連チャンも期待できますっていうところですかね。ただ天国ロングにはなかなかいかん、打ってても。天国ぐらいまでは意外といくんですけどね。だから天国のショートは結構早く落ちがちというか。ああ、ボーナス。これがいわゆる青、まあ、リプレイリプレイ青7、まあ、リプレイ青7リプレイと並んだら、G ロード、通常時は G ロードっていう、まあ、ボーナスですね。で縦揃い、リアルボーナスなので縦揃いを揃えて、ここから145枚払い出しが出るまで、続きます。で下段キネナ色、キネナ揃い以外が一応チャンス目扱いなんですけど、そのチャンス目をここの5個の枠内に何個並べられるか、大体10分の1で立つんですけど、それを、あ、これ多分チャンス目ですね。まず1個で、1個だと 10% 弱ぐらいで、2個仮に並べることができれば 24% ぐらいかな、まだ上げれるんで、なるべく固め引きたい。1個目は当たりなし。まあね、なかなかそうそうね、3つとかはいけないんで、まあ、せめて2つ並べられればね、まあ、それでも当たらなくても100枚ぐらいは払い出し受けれる上に、天井ゲーム数はリセットされないので、まあ、残念ながら当たりはなしと。よいしょ。になっております。私は何を打てばよろしいでしょう。タモを打とうかな、バジスリ打とうかな、バジスリ打ちますか。では行きますか。周期近い、おー、来た。チャンスベル、 BC が欲しいけどないですね。あー、びっくりした、激アツだった。 BC、 あ、先輩音を聞きたいので一回外します。狙ってくださいませ。もう一度はデフォです。
もう一度お会いしとうございます。狙ってくださいませ。玄之介とおぼろそれぞれに3種類ずつあるんですけど、もう一度はまあ構成点にはあまり期待ができないというか、他の2つだったら構成点期待できるんですけど、まあ1でも全然出るよっていうあれですね。青面白い。一番弱いチャンス。そうやそうや、そうやそうや、よし、ナイス、うまい。42回、おぼろちゃん、おぼろ、おぼろ、あーあーまあまあまあ、全然当たっただけ OK。 あー、おぼろいる。チャンス。ここでストックできるとだいぶありがたい。レア役さえ引ければ。やめてー、やめてー、つえー。あー、やばい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 、あーやばいやばい。ベル、ベルリップさえ引ければ。あ、リプレイを引くならば6連6くらいしてくれればいいんですけど。あ、チェリー、あ、エピソード勝利すればストックですね。まあ、おぼろモードなのでストックの確率はだいぶ使ってるのでなくはない。よし、さあストックゲッツ。あざーす。あー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 、やはり強い。373枚。まあ、十分じゃ十分ですね。こっからこっからバンバン言い始めればリセットなんじゃねえかっていう。ああ、リセットですね、おそらく。この第三停止ゴリパッっていうちょうど400過ぎたところで始める。あー出た、入んねえかな、プロメテウスゾーン。順目が出た。レア子役。あ、ボーナスだ。2回目のボーナス。990ゲーム。2回目の G ロード。レッツゴー。2つ、これで24%ぐらいだったかな。もう1個叩き込めるとだいぶ上がる。当たっ
てもおかしくはないけど、赤になってるよ。いないんかい。背景赤で外れ。いないんだね。復活とか多分ねえんだろうな。しょい、今かい。これは長い道のりになりそうだ。これは投げさ。よし、一発目の当たり勝負だな。おーな、3回目。あー、まだ入らん。3回目のジーロード、レッツゴー。まあ結構ハードル高めなチャンスゾーンですけど、普通にコインが増える分ね、あのなんかまあ外れても良かったみたいな、引けて良かったっていう感じにはなりますよね。9.8%。 あ、炎2個、はい、25% だよ。3ついったか。3ついった。 50% 今これがダイヤ3つ状態、 50% です。外れんのかい。外れた。くそ、マジかよ。マジマジか。おいおい、いやコインもらえるから外れてもよかったみたいな話したけどさ、当たれや。
逆に何があったの今。連撃チャンスなんですけど、しまってほしいんですけど、いらっしゃる、ナイス。無双連撃やっぱ気持ちよかばい。フルボッコ、はい、あざす。おう、ナイス。うまい、正直ここまでハマっちゃうとね、普通に当てるんじゃなくてプロメテウスゾーンから当てたいってなっちゃう。トライデとか欲しいもん。もうそうよね、そうよね、うん、そうよね。どうでしょう、これはさすがに天国だと思う。雷まだ当たってはないのか。3、4、5、あれ、これ以上してない、してない、いやしてるだろ、これこれしてるよな。当たる気がする。あー当たるだろこれ。いる、これはいる。次だ、投資31,000円。よいしょー、多分天国からの当たり。1172ゲーム GG でございます。 OK、 ようやく当たりで、GG が当たりましたらと、まずは縦1個でスタートするんですけど、ステージは行っちゃいした。この開始ステージに一応その設定差があるんじゃないかと言われております。でも今ちょっとリプレイ状態もたまたま上がっちゃってるんですけど、これでスタートか。でこの準備状態中結構ハマるんですよ。で、これはどうなんだろうな、いきなり上がったけど、準備状態中をよし、ボーナス。準備状態を引っ張ることで縦の状態、縦をストックしたりで、50ゲーム以上はめれると長考と同じ抽選受けれるんで、一応準備中もチャンスです。で、もうあの GG 中のボーナスはイージスボードっていうものに変わって、チャンス目を引けば縦1個ストップ。
2個とか取れたら同じっすね。頼む。よし、まず1個。よし、2個。2個引けりゃ同じだね。もう1個引くか。いかない。オッケーオッケー。で、計縦3個になりましたと。で、ボーナスつけるともう1回準備状態からなんで、ここでね、ここでハマるっていうのもパターンとしてはあり。おー、ふざけんだよ、いつまで準備中やってたよってなるんですけど、ここがね、実は縦食べるチャンスです。いいよ、順調にはまっておりますよ。もちろんレア子役等を引けば、上乗せ抽選してくれますし、今回は乗らず。だからマジで意外とハマるんだ、これが。確か30ゲームはめたところで確か1個もらえるはず。あれだ、ね、今30ゲーム叩いたかな。30はいってねえよな、まだ。たまたまあれかな、ゆっくりで当たったのかな。いやー、順調にはまっております。順調にはまっております。どんどん行こう。まだベルこぼしてないからね、これ。お、赤ナビ、これは立てた。はい、これで立てが5個。今何ゲームだろう。こんなにはまると思わなかったから、全然数えてなかった。今のが30ゲームの上乗せかな。乗った。あ、これ50ゲームいったな、多分。おそらく50ゲームいくとリプレートが外れでも 6.8% だったかなぐらい、 6.何% ぐらいで、押し抜きてるところで 50% 兆候と一緒なんで、でレア子役とかだと 100% 乗るようになります。これ NOW すげえチャンスです。今すげえチャンス。ここで溜め切りたい。ここでもうね、後半やる気、はい、出た、はい、7個目。いいよ。ここで溜め切っちゃいたい。これはいいハマり。何気に追加投資しましたけど、これはいいハマりです。よもや GG 準備中に、逃走投資が 32K になりましたけど、あー、ナビが出てしまった。まだ始まんない。ここでね、ベル引けるかどうか。あー、始まった。くっそ。まあそれでもね、7個。よしよしよし。で、盾を持ってればこのゲーム数を走り抜けた後にですね、アトランティスに飛ぶんですけど、そこで盾を使ってゲーム数を再び稼いでいくと。これは多分天国が降格だろうな。 OK 乗った。はい、8個。お、赤いいね。広角にいて風吹いたんですよ。ただ長考にいるとこの押し順ひならが 50% で乗るんで、し今右上がりひなら乗らなかったから長考ではない。はい、さあ9個。はい、ういういうい。はい、10個。今の右上がりキナナで上がった可能性は十分にある。結構絶妙なとこだな、10個って。最悪1回も揃えられない可能性もあるし、うまくいけば4回ぐらい揃えられる可能性もある。
チスゾーンでございますと。縦10個。この縦を使って、縦は揃えば、最低でも50。で10回に1回がトライデントアタックいって、その他先は111、222、333っていう。でトライデントアタックに関しては最初は3分の1で111を超える、その後は 50% って言われてます。さあ10個のうちの1個、揃わず、あと9個、はい、2個目、揃わず。でこれ5分の1で縦揃いなんで、でその縦を揃えちゃえばここの縦ストック減らないので、弱いなー、押し順間違えないで気をつけてください、ね、中に見える時あるんだよな、なんか引いた、増えない、雷、おい、あと4個、やばい、あと3つ、おい、やばい、終わる、終わった、終わった、マジか、よし、さあ危ないぞっていうところですけど、一応天国でおそらく当ててるので、ここも天国に落ちてるはずと信じたい。出てくれるかな。はい。あ、はい、おはようございます。はい、おはようございます。よかった、出てくれてよかったです。はい。松本さんでよろしいでしょうか。あ、そうです。あ、お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。朝何番でした？102番。102番？はい。何人中ですか？200人ぐらい。200人？うん。でしたね、やっぱすごいですね、土曜日は。ええ、何行ったんですか。予告通りアナザーゴッドポセイドンで行きました。おー、なるほど、はい、そちらは こちら、オキドキ今行きました。オキドキを行った。オキドキ、はい。おう、それでオキドキやめてバジリスクにいます今。なるほど、3の方です。なるほど、はい。じゃあ負けてるな。確実に。本当ですか？わかんないです。オキドキめっちゃ使ってるかもしれないです。え？バジリスク3も結構きついじゃないですか。うん、チャンスゾーンやれないと。うん、いや、きつい あのレベルが違うから。こっちはきついのレベルが違うんで。じゃあ例の質問いきましょう。あ、どうぞ。あ、先お願いします。あ、僕。何にしようかな。あ、なかったらいらないですで大丈夫です。あ、そうなんだ、はい。じゃあせっかくなんでいきます。はい、じゃあガチ質問いかせていただきます。はい、お願いします。 MC やりたいですか。やりたいですよ。やりたいです。やりたいですよ。あ、そう、そりゃ、はい、そうなんですね。私冠というかこれしかないんで。ほうほうほう。でもまあ別にもう冠みたいなもんこれまだ正式にその MC 過去仮の仮を取りたいと。取りたいです。これ首になっちゃうとちょっと本当にお仕事がなくなってしまうので。首なんだ。本当に首になる。ジョーカーを引いた場合ギリギリまで仮が取れない。あ、そうな、それは申し訳ないことしちゃうかもな。今日はいやちょ大丈夫です。モロゲンさん優しかったんできっとバッチさんも大丈夫だと思います。申し訳ないかもしれないな。いや怖いな。わかりました。じゃあその真剣だって。あ、じゃあ私からいいですか。はい、何か絶対答えてくださいね。いいですよ。去年の年収教えてください。去年の年収バカじゃねえの。バカなんじゃないのか。はい、一体角が立つよ。いや、モロゲンさんは教えてくれました。え、モロゲンいくらだったの。それはここでは言えないです。あ、そうなの。後でボスに聞いてください。あ、そうなの。モロゲンよりないよ。え、それモロゲンは喋ってピーって入れたの。ズババババババって入る。ああ、そうなんだ。
多分ねモロゲイよりないと思うよ。それはさ、そのいわゆるあのどこの学校言えばいいわけ。それ間違いない、間違いないです。ああ、どこの学校、どの欄の学校言えばいいのかな。あ、じゃあ去年の確定申告のあの売上でお願いします。売上分、あ、売上分ってこと、あの、はい、それとも経費引いた分ってこと。いや、売上でいきましょう。売上分、はい、僕うわ、そうですよ、震えますね。おぶっちゃけ多分やっぱ違いますよね。でもモロゲンもっとあっただろう。いやいやいや、それはわからないですけど。いやこれ、いやね、まあモロゲンとまあ普通に話すからわかるんだけどあいつマジ、いや、やっぱすごいな。いやでもあれですよ、私なんてもう収録貧乏ですから。いやいや、ほぼ来店をやってない状況。もうどんだけ私ね、何回喉を潰れてね、喉を潰そうです、ね、そう、あの一回肺に咳しすぎて、あのあばら折ってるんですよ私は。マジですか。それで言ってんですよ、ね、10年目、ようやく10年目ですよ。それで10年、もう1年目、2年目なんてね、私はもう年収20万とかそういうレベルをくぐってくぐり抜けてのですから、まあね、まだ足りてないですからね、あの鳴らしたらそう、10年に鳴らしたら全然、あの薬剤師やってた方がマシだったんじゃないってまだ全然言われる状態なんで。いやいや、あ、うわ、まあまあそうですよね、夢がありますな。では後半も頑張っていきましょう。はい、了解しました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、ガチ質問ということで年収を聞かれましたけど、まあ大体その手の話になるだろうなと思ってましたね。言われるんですよ、だからだ、でもあのぐらいの額でもやっぱ高山ちゃんからすると夢ありますねって言われるっていうことはね、DMM さんももうちょっとよく使ってあげてくださいっていうことです私だってあれですよ、多分ネット上とかで書かれてますけど予想年収とか全然足りないからね言っとくけど全然足りないからねはあ、頑張ります。ここら辺か、とりあえずちょっと次の台を探しましょうかね。時間を考えて、バラエティコーナーもまあめちゃくちゃ人気、1台も空いてねえじゃん。え、もうこれ空き台がないパターン。時々もすさまじい稼働、レイオワニのが1台2台ぐらい空いてるだけ。展開一斉打つか。そうっすね、展開一斉打ちましょう。もうこうなったら、パチスロ攻略マガジン所属松本パチ展開一斉いきますはい、残り時間が、2時間を切ってですね、パチスロコーナーがほぼ満席ということで、まあ、あのポセイドンを打ち続けても取りきれなくなってもしょうがないので、しかも速度的に2000枚、近くまくれる台、展開してしかないやろザッダンシー蹴られました上でまずね、ここの赤い穴に、ね、3つに1個赤い穴があるんで、そこを入れてから、下で、まず上に蹴られるっていうね。あ、初トライは下のクルーにすら届きませんでしたね。はい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 、蹴られる、はい蹴られた。これ弱く打っとくと意外とあれかな、可能性あるかい。リノがあれば本当良かった。あらら、せい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 、はいはい蹴られる。よそ見してたらよそ見してたら拾ったみたいな。これ意外とあれだな、4000円で3回。今のところ3回全部上で蹴られてる。頼む、1回だけでいいんだ、1回だけ下に行ってくれ。そしてあわよくば真ん中に入ってくれ。はっ、だーいせいとりあえずとりあえず上に蹴られるな。4発ね。よいしょー、だらおい、マジか、おいマジなのか、
6発目オール上蹴られ拾う拾うぞひげ悪いわここ8000円で今6回上で全部蹴られてますけど8000円で6回っていう感じは悪くないですよまだ1時間半くらいある投資はもう5万ですけどこの展開一戦とともに運命を共にする価値はある気がするやってやるやってやりますよ大将首をちょっと待ってくれよマジこんなに入れるつもりで来てねえぞ俺くそーまだ当たり1回しか引いてへんまあ当たったらでかいやつばっかり打つからなんですけど行こうもう投資が5万になりましたから2万5000発ぐらい必要だとしますよ違うわ2万5000発あったら余裕だわ1万2500発4回でいいんですね立て続けに4回バッ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 わーバッバッバッわーってやれば全部返ってくる立て続けってのは無理だから5回目標5回なんで、10分に1回ペース当たり消化を考えると、7、8分に1回ペースで叩き込まないと間に合わない間に合わないんですだからそこで蹴られてる場合じゃないんだってこれはいかこうあれあの外れ方はちょっと不安だな可能性すら感じなかったよね今9発ね1万1000円で9発上出来ですよ上出来です非常にここに叩き込むのは上手ただここに叩き込んでも1個も出てこねえからここに叩き込んでこの3分の1にくぐり抜けてもまだ1個も出てこねえからここだよここ
はいや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 べえマジでやべえこいつ今日鉄壁や鉄壁やここよいしょーい早い早いこれあんのかななんか11の1あっすいません12鉄壁ああ7枚入っとんのか7枚とか入ってるかこの間おろすいやめで2個目のですさあ頼むぞ一瞬ブロックいってくれ落ちないだからあいく落ちる頼むぞそうだおいしい惜しくもない惜しくもないよ14の2くそーよし迎え撃てとし、はい、17よしよし分かったぞ今日数輪に撃ってたら死んでたなこれマジでトマト特殊一番よく17回引いてトマト2回ってことでしょこれは死んでたばいよしそれ18発目18発目で3回目の下来る3度目の正直だ Here we go Go ゆるいゆるいんだこの動きおい早くくそ私はもうダメかもしれないくそお分かりでしょうお分かりでしょうけど私もう勝とうだなんて思っておりません勝とうだなんて思っていないせめて大当たりの喜びを私に聞いてるかてかしたそうそうです19の4上がってきた上は上がってきたよさあ来いそうだ打ち取れバカ早いこれ絶対あれだわこれ多分ねクセ割りこんなに暴れないのもう19、うん19発通したのか20発いく3連続3分の1上通った3連続通ったよ20の4、20の5か上はね、まあ戻してや問題は下だよあちょっと粘ってみろあ若干粘ってる若干粘ってるぞ。ああ、惜しい。ちょっと粘ってほしい。惜しい。今のは惜しかった。くっそー。遠いね。遠いよ。実戦終了です。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやお疲れ様でした。
楽しかったですか？楽しかったですね。あ、本当ですか？非常に熱気あふれた店内で、ね、稼働良さそうですね。稼働は良かったね。駐車場がもうパンパンですね。出玉感もありましたし、非常に良かったんじゃないですか。よろしい感じで、はい、じゃあ私からいいですか？あ、3枚の結果の方、3枚の結果の方お伺いしましょうか。はい、私、おきどき行きまして、もう動けず、動けず、カニ歩けずで、カニ歩けず5000円使って移動しまして、はい、バジリスク3の方へ、はい、行きまして、1000円で BC、 はい、で、そこである程度の値段ができ、そこからもみもみ C の、はい、駿府城2回引っ張ったんですよ。ほう、駿府城、駿府城え、忘れちったな。あー、はい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 、はい、で1個はおぼろで、もう1個は仕留められず源之助だったんですけど、まあもみもみしつつ、で1万円使い切ってちょっと一発パチンコ行こうかって言って、ほんとそう言って使って終わりです。あ、ということは、ということは投資の方が、はい、16本、回収ゼロです。回収ゼロ、あいやーですね。ー最終戦で残念ながらマイナスの16000円、投資16000円で回収がなしと。なし、ラララララ、これは困りましたね。いくら私もね、そう優しくしろ優しく言われましてもね、私もやっぱパチスロ攻略マガジンっていう雑誌の冠を背負ってるわけで、もちろんでございます、攻略ライターとしてですね、はい、立ち回りに手を抜くわけにはいかないんですよ。もちろんね。マイナス7万円です。ちょっと待って、投資が7万、本当ですか？回収なしですね。エイプリルフールとか大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫、あの皆さんがご覧になってる時はもう全然エイプリルフールとか関係ないでしょうから。しっかりとした証拠 VTR も全部固定です。はい、まあ、ポセイドンに行って42本初当たり1回、はい、でそこからね、あの天下一戦打ちまして、あ、まあ、パチスロがもう満台だったので、はい、天下一戦を打って、でそれがね、まあ、拾うんだけど入らねえ入らねえでね。癖の悪い子だったな。いやもうとにかく今日はね、あと一歩のところまで行きつつも縦も10個貯めてゼロっていう、ね、やっぱやるとこまでやったけども、たまには繋がらないっていう展開を繰り返した結果、終日として初当たりがたったの1回、当たりと呼ばれる、瞬間が1回、50ゲーム117枚のあの1回。あれは本物だったんですね。あれがもうで、その後はパタリと、私が当たる瞬間っていうのはカメラに収めることができます。大丈夫かな、撮れ高大丈夫かな。撮れ高は大丈夫です。大丈夫ですか？はい、一生懸命喋りました。ありがとうございます。私はもうさすがです。もう私なんかもうね、お金払いながらこれではダメだと、サドにお金を入れながらですよ、ペロペロなりながら、この後俺らまたさらに夜中まであの DMM の仕事が入ってたからね。仕事はそうですね。このね、謝罪会見が、いやもうね、謝罪会見がこの後入ってるんですけども、なぜ7万使って謝罪会見をしなきゃいけない。もうまた謝罪していただきたいなっていう。とりあえずはもうね、勝負にならないという形。まあね、しょうがない、稼働が良すぎたね。確かに向こうもすごくて、朝一がやっぱね、朝一の選択がちょっと運命の分かれ目でした。見ましたよ。どうでした？いや出てました。いやですね、うん、出てましたし、満台ずっと。そうなんですよ、すごいんですよ、気合い入ってましたね。ということで、はい、サマイスは私の勝利です。あ、ありがとうございます。いやおめでたいな。あ、よかった、マイナス同士だけどねえ、よかった。1万6000円だってもう全然もうよ。もうすぐ帰ってくるから大丈夫です。よかったです。ただ7万は帰ってこないんだよな。すぐ7万帰ってくる、これ半月かかりますよ。今のご時世、あ、半月かかりますけども、4月1日、4月ロケットスタートで、はい、私頑張りますので見守らせていただきたいと思います。ありがとうございます、うん、ということで、これでサマイスはプラスなので、うん、ここでちょっとエース、はい、私は預かっておりますけれども、引かせていただくんですけど、うん、エースが引ければ、うん、見事 MC です。見事 MC って言ってもこれ最終回なんでしょ。だってセカンドシーズンがあることを信じて、あ、セカンドシーズンがもしあれば MC として君臨する。もしジョーカーを引いた場合は MC じゃない、MC 過去仮として抑えてあるスケジュールすらがなくなるかもしれない。でもクビではないんだもんね、勝ったからね。あ、そうです。うん、なるほど、わかりました。じゃあもちろん優しいんだろうな、ね、いやもうガチなんでね、完全に。まあこれでね、僕がサマイ勝ってたら多少のね温情の書き方もあるんですけども、まあ僕がマイナス7万っていう状況下で人に優しくしようとかそういうのはね、そういうの大事だと思う。ただもうでもここまであのガチでやってきて、その渡り歩いて首を免れてきたわけでしょ、はい、そんなあなたならやれると思うんですよ。だから私も見ません。お、なるほど、そのパターンでいきますか。このままどうぞ選んでください。私もだからどっちがどっちかわからん。誰かいや、いけるでしょ。だって別に外れ引いたって首じゃないんだから。あ、そうですね。2分の1引けないようで、
パチンコパチスロ業界で食っていくっていうのはもうどうあれだと思うよ。2分の1ぐらいは引けるでしょ。どっちですかね。このパターンでいきます。あ、大丈夫。どうしよう。どっちか当たりなんだよ。そうですよね。どっち。 50% っすよ。ちなみにどっちだと思う。僕下だと思う。本当ですか。私上だと思ってます、はい、どうしよう、信じようかな。なるほど。はい。 おめでとうございます。さあ、よかった。これで晴れてセカンドシーズンがあれば、はい、正式 MC として、はい、ありがとうございます。いや、よかった。これでね、ジョーカー選んでくれてありがとうございます。これでですよ、もうね、やっぱ7万負けた回がありました。私は冗談じゃないんだよ。そんなことを知りな、わざわざ僕はここまで来たわけじゃないぞ。いやー、よかった。じゃあ MC としての初の締めですか。はい、はい、いや、嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、しっかりと MC らしく、はい、パシッと締めていただいてね。パシッと、アマンリーグファーストシーズン最終回ということで、最後までご視聴ありがとうございました。セカンドシーズンがあればまたたくさんのゲストをお呼びしたいと思いますので、また来てください。ぜひ。あ、僕がですか。はい、はい、考えてきます。オファーさせていただいて、ジョーカー飛んでく、はい、考えておきます。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。